こんにちは、サラです。各 SNS とオリジナルコスメブランド、ミラジュムもぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、セザンヌ縛りのメイクをするんですけども、イエベとブルベで違う色を使って半分ずつメイクするとどう印象が変わるのかっていうのをやっていきたいと思います。で、私のパーソナルカラーは、ファーストがブルベ夏、セカンドがイエベ春です。で、これのキャンメイクバージョンもやってますので、そちらも気になったら見てみてください。ただこっちにイエベ、こっちにブルベメイクをやっていきます。はい、まずノーズ&アイブロウパウダーの01キャメルと04モーブブラウン。はい、もう眉毛から違うカラーを使ってやっていきます。で、ベースメイクはもう終わってます。そしたらイエベの方から、このアイブロウパウダーはもうブラシが天才的だよね。ちょっとね、黄みのあるブラウンです。がっつりイエベ向きって感じじゃなくて、ほんのり黄みのあるブラウンカラーなので、パーソナルカラー問わず使えると思いますけど、この商品の中だと一番イエベ向きかな。はい、反対側、もうこれはザ・ブルベって感じの色ですよね。はい、眉マスカラは極細アイブロウマスカラの C3 シナモンブラウンと C2 モーブブラウン。はい、こちらの C3 番は今年の2月上旬に一部先行発売された新色です。ブラシが細いので根元からしっかり塗れます。はい、眉マスカラを使うと色の違いがしっかりわかりますね。で、反対側、こちらベリー系のカラーで暗めなので大人っぽい雰囲気になります。はい、次シェーディング、こちらナチュラルマットシェーディングの0102なんですけど、01が使いすぎて底見えどころか使い切りそう。はい、ということで新品を用意しました。こんな感じ、この方がやっぱり色の違いがわかる。はい、左が01、右が02です。もう色味が天才。で、01はそんなに黄みが強くないので、迷ったら01の方が使いやすいと思います。まず01から。あと、まぶたが腫れぼったいので、まぶたの上にも乗せます。と鼻の下と唇の下の半分ずつ、あとフェイスラインで、反対側は2番。こちらは結構青み強め。で、フェイスラインですね。はい、次がこちら、ベージュトーンアイシャドウの04ミモザベージュと05ライラックベージュ。もういかにもイエベブルベな色ですね。かわいいです。で、この05が今年の6月上旬に先行発売されます。これ2つ並べてるとめっちゃ可愛くない？春夏って感じ。はい、上が4番で下が5番。私このね、5番がね、めっちゃ好きなんですよ。好きな色しか入ってない。はい、そしたら4番から塗っていきます。粉質もね、滑らかでとっても塗りやすい。
で、ラメを涙袋に載せます。かわいい。はい、反対側は5番。はい、アイライナーは極細アイライナー EX の20番と10番を使っていきます。まず20番、これもね、筆がしなやかで描きやすい。反対側はブラック。私このアイライナーも好きだから、もうちょっとね、ニュアンス系の新色も出てほしいなって思っている。で、マスカラ、こちら耐久カールマスカラの02ブラウンと03モーブ。はい、ではブラウン塗っていきます。こう細いコーム型で毛の一本一本溶かしながらまつげを伸ばしてくれる。そしてカールキープ力もあります。コームタイプあんまり得意じゃないんだよねって人もぜひこれは試してほしい。反対側がモーブ。はい、だんだんと色の違いが出てきましたね。そしたら次ハイライト塗っていきます。パールグローハイライトの1番と、今年の2月に新発売されたパールグローニュアンサーの N2ライラックムード、こちらを使っていきます。これ商品名は違うんですけど、基本的な使い心地はもうほぼほぼ一緒です。で、こっちはハイライトにもチークにも使えます。そしたらまずイエベの方から、鼻先、目頭あたりと頬骨あたり、唇の上と顎、反対側も同じように塗ります。やっぱりハイライトが入ると顔が生き生きして見える。はい、そして次チーク、ナチュラルチーク N の4番と14番です。こちらもいかにもなカラーをチョイスしました。かなり発色がいいです。はい、4番の方から使っていきます。付属のブラシだとね、いっぱいついちゃうので、別のブラシでふんわりと入れていきます。うん、ふんわり入れると可愛いですね。で、反対側は14番。うん、これもめっちゃ可愛い。はい、リップは最後こちら、ウォータリーティントリップの4番と5番。これが4番で、これが5番です。じゃあ4番塗っていきます。これもね、もうちょい明るいイエベ向きカラーがあったら可愛いと思う。今年のセザンヌの秋新作もめちゃめちゃ楽しみ。毎年ね、なんか秋にいっぱいに新作が出るんだよね、セザンヌ。はい、では反対側5番。はい、これでメイク完成です。正面で見るとね、カメラのモニター越しだとそんなに違いわかんないんだけど、多分半分隠したらすごい違いが出ると思う。こっちがイエベ、こっちがブルベ。すごい印象が違うね。こっちの方がこうフレッシュで元気な、アウトドア好きですみたいな感じで、こっちがなんか落ち着いた印象。どっちも可愛い。透明でも見てみよう。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。同じブランドの同じコスメでも選ぶ色によってこんだけ印象が変わってきますので、ぜひ買う時の参考にしてみてください。ということで、チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。